多分寝起きだったからちょっとあんまり喋ってることもあまりね理解できなかったし悲しいですあ、今日はですねあるものを皆様にお見せしたいなと思いまして、まあ後々登場します。というわけで寝起きでございます。久しぶりにショールームした。あ、そう、生誕ティーのね、お話もねする。ぜひ今日の12時正午からなんだっけ予約販売がスタートしました。生誕ティー予約したよと、ありがとうございます。あの生誕ティーはですね、ブログをね読んでいただけたら方があると思うんですけど、まあ簡単に言えばあれですね、チェインテールからの解放を意味して新しい一面を見せていこうみたいな感じですね。でも自分でね書いたんですよ。入れて、あ、自分でもねデザインがみたいな言ったんですけどね、ちょっとねやめました。ダサって思って書いていただきました。でなんかトートバッグも本当はあの黒とか白っていうか、あのこれこのねちょっとこういう色にねしようかと思ったんだけど、ちょっと珍しい感じで攻めていこうって思ったら隣のナッキーさんと被るっていう感じになりました。嫌だったん？ちょっとブログを読んでいただいて、ぜひあの今日あげたんでぜひ読んでください。最近ねブログね謎の時間にねあげたりしてるんで。今着てる服生産ティープこんな色かな？なんか現物見てないからわかんないけど、ライトピンクっていう色だった気がする。世界が止まってた、寝てたから悲しいな、人生損したわこの時間。あれ今ってあれですか、劇場やってるのかな。メンバーは生誕ティー何枚ぐらいもらえるの。わかんないな、今年から増えたみたいなみんな言ってるイメージだけどわかんないですね。
ろんなサイズ、大きいサイズが欲しい。ダンスしてるんだ。私めちゃめちゃ筋肉痛なんですよ今。めっちゃ筋肉痛。して、ね、冷房の中で眠っていたので声も出ないし寒いし。こんにちは。前髪変、やっぱ自分でやると変だな。ワンピースみたいに着たら絶対可愛い。ワンピースみたいに去年の自分のは着てないな。去年の自分のは XXL サイズが持ってなかないから着たことない。風邪ひかんように気をつけんとね。何弁？今日はお店スーパーでさくらんぼを買いました。そろそろあれを見せますか。あれを倒れてきそうなんだよな。何で抑えよう。めんつゆで抑えた。めんつゆで抑える。皆さんのおかげでゲットできたモテモテクッキーのあれですね、ホワイトデーのイベント、クマが届きましたっていうか今日持って帰ってきました。こうやって抱えてくる、こんなでっかいものをね持ち歩いて。恥ずかしかった。嬉しい。いいでしょう。そう、ショールームイベントのやつかなり目立つよね。目立つおかな、目立ってたのかな。こうやってね持って道をこうやって歩いてた名前は名前クマ今のところまだクマです。でもさ、私ショールームやってる場所が狭すぎてね、全然置く場所ない。ここぐらいしか置けない
ここに置くしかない。あれですね、チンチコチンのブースに置いてあるクマと一緒。かわいい今気づいたあ、クマだ、クマが飛んできた。でも私のとこ表示されてない。それクマ、ありがとうございます。クマ、クマ、しかも家にも置く場所がないっていうね。絶対なんか床に放り投げられてる未来が見える。どうしよう。クマです。はーい、はーい、ありがとうございます。クマ、最初は大事にしようと思う。最初はじゃない大事にしようと思うんだけど、どこに置こうかなって感じです。ありがとうございます、嬉しい。あ、ちょっと暑くなってきたな。リボンとかつけてあげたいね。やっぱ個性を出しちゃった方がいいですかね。でもさ、このままの方が可愛くない？どう思う？頭でか、触れた。いいですね。まあそんなクマを、クマのお披露目会でした。はい、スクショタイム、スクショタイムでした。今日なんか起きたらっていうか、今日の朝家を出ようと思ったら、あ、まあこれちょっと言いますか。今日家を出ようと思ったらなんか暖房が28度でついてて気づかなくてめっちゃびっくりした。出品の時はこうやって入ってで、バンされそう。顔見えないとバンされるらしいんですよ。なんか一回バンはされなかったけど、ま、画面が真っ暗になっちゃったことある。え、なんか前髪短くない？いや、よいしょ。キミちゃんもクマ乗せてるキミちゃんに会いました、一瞬だけ。あ、15分経ったんだ。また15分だ。キミちゃんに道で会ってはーって走ったこんばんは。青海にも会った、めっちゃ久しぶりに。
めっちゃ久しぶりに買った気がする。3月からって何か3ヶ月ぶり。えぐ。今日の前髪決まってるのこれ。めっちゃ変だなってずっと思ってたところなんだけど、まあいいや。今日の朝前髪切った。耳がいい感じ。やっぱね、人に会うとね、変わりますね、いろいろ。もう私本当にマジで私のことをねステイフォーマーって呼んでほしい、みんなステイフォーマーっていう称号が欲しいくらいずっと家にいた。ステイフォーマー、ニックネーム変更しようかと思ってた。あ、寒くなってきたぞ。ちょっと調節が難しいですね。そう、ステイフォーマーなんで。久しぶりにね外に出ると日の光を浴びてびっくりしちゃうんですね。急にびっくりしました。暑くて最近今日もとても暑かったですしね。になったらあれをなんだっけ、あの前やってたやつお話しするやつを始めます。45分にしよう。やっぱりクマ来たね、クマ来た。もう写真撮ればよかった、撮ってくればよかった。家で撮れるかな。私のまあいいや今日は一人用ホットプレート買ったよ。ステイホーマーですね。でもな、料理しないからな。ホットプレートってなんか片付け大変そうなイメージ。あ、たこ焼きパーティーしたいって思ったんですよ、昨日の夜。今日の朝か。前髪なんかやっぱ変だな。汚
当に切ったからおかしくなっちゃった。今寝てます。さあ、ずっと言ってるけどずっとできてない。3何コパも3何3たこ焼きに何入れるのが好き？タコえ、何？でも昔いろいろキュウリとか入れてた気がする。わかんない、キュウリは嘘かな。めっちゃキュウリの記憶があるんですけど嘘かもしれない。あ、でもなんかチョコレートとか、あとはあウインナーとか、入れてた気がする。あんまりなんか私めっちゃお家にたこ焼き器、お家にたこ焼き器があって、それをねマジでなんか弟がたこ焼き好きだったからもう超うまかった。あのねめっちゃプロですよ私たこ焼き作るの、超うまい、本当に上手。あ、でもなんかカリカリとかはできるかわかんないけど、めっちゃね形はね綺麗なんですよ、めちゃめちゃ。だから作りたい。何入れたかな、あと今キムチとかよく入れるイメージ。私のお家はねみんな辛いの嫌いだったから入れたことないけど、なんか顔変わった？顔変わったくない？ちょっとまあいいや。たこ焼きしたくなってきた。あとそのホットプレートもついてたからホットプレートでもんじゃとかも作ってました。もんじゃも上手自分で言う。もんじゃね作るの上手なんです。お腹空いた、お腹鳴った今。あ、ちょっとツイッターにあげとこ、ショールームしてるよ的なやつ。どうやってやるんだっけ、配信中ってやつ。これ配信中ってやるとね絶対研究生になっちゃうんですよね。これなんでだと思う？まあいいよ、いいやなんかね研究生になっちゃうんだよね。どうやって変えるんだろうか。もんじゃ焼きにベビースターラーメン入れといて。ああ、もんじゃ焼き屋さんでありますよね、よく。もんじゃ焼き屋さんこの間、この間って言ってもめっちゃ前だけど行った時何食べたかな、お好み焼きとか食べた。行きましたね、きみちゃんとあいあいさんとほののさんと4人で行った。もんじゃめっちゃ美味しかった。もんじゃ
ンジャも食べたい。お腹空いてきた。眠いよ。月島ね、月島友達と中学生ぐらいの時にずっと行こう、ずっと行こう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 行ってて、結局行ってないですね。あるある。中学生なんて、ね、あんま予定合わないし、結局行けないってことが多かったですね。中学生って楽しかったよね。中学生が一番楽しかった。あ、そういえばバズらせます、昨日だったっけ、バズらせますが、あのロキポで見れるらしいです。スマホも江戸っ子だからもんじゃ作れます。江戸っ子って上手だな。あ、でも私校外学習で浅草でもんじゃ壁屋さん、校外学習行った時に、中学の時、ご飯どこでも食べていいって感じだったんですけど、あれ中学生かな、あれいつだ、あ、私あれ別に校外学習じゃなかったわ、普通にお出かけしたんだ浅草に。あの子と一緒に NGT48 さんの古舘葵ちゃんと、あともう一人お友達と3人で浅草にね遊びに行った時に、結構なんて言うんだ、ちっちゃい感じって、なんて言うんですか、表現がわからないんだけど、表現がわからない、なんて言うの、こじんまりしたいい意味でお店のもんじゃ焼き屋さんにね行ったんですけど、なんか おばあちゃんがやって、一人でやってるような、もうなんか作り方を全部教えてくれて、作り方、うん、教えてくれて、あとなんかこうやって食べると美味しく食べれるよとか教えてくれて、そこから参考にしてます。そう、浅草にね行ったんですよ、あおちゃんがまだ小学生の時。楽しいよな。校外学習でも行きましたね、浅草。何したっけ、覚えてないや。浅草の校外学習何したか全然覚えてない。あれ浅草なんて行ったっけ、行ってないかもしれない、行ってないわ。行ったけどつまんなかった。浅草は楽しいんだけど、なんかあんまり記憶にないか、多分そんなにいい思い出はなかったなと思う。校外学習浅草とか最高じゃん。え、どこに行くんですかみんな。私はね、浅草と横浜だった、中学生は。横浜は、中華街とかです。中華街、え、中華街行きたい。ちょっとご飯の話ばっかしてるけど、中華街行きた、行きた、行った。修学旅行は京都でした。京都なら熊、今日熊こうやって抱えて持って帰ってきました。
中華街って兵庫にもありますよね。中華街、私焼き小籠包が好き。工場見学、工場見学は小学生の時に行った。懐かしい。なんかバス乗っていくですよね。45分になりました。というわけで今日はですね切り替えパンパン、はい、切り替えをしまして、今日はですね、あの2019年の2月、この間はね1月についておしゃべりしたので、今日は2月についてお話ししていきたいなと思います。写真を見ながらね。さっき撮った写真が、そういえばアレクサでビデオ通話ができることを知って、この間弟としたんですけど楽しかったですっていうフォルダを見ての感想。今日のね、ちょうど1年前はジュリナさんの生誕祭でしたね。あれ今日だよね、17。そうなんです、そうなんです。もうそれは置いといて、2月はね割とね、あの思い出がいっぱいあると思います。1月はなんか本当に何もなくてレッスンしかなかったから、お話、皆さんにお話しするようなことがねあんまなかったんですけど、2月になってくるとですね、割とね、思い出ができてきまして、2月1日のね、1日1日からもうね強い、癖強い思い出があるちなみにその日のお弁当どうでもいいキミちゃんがいる、キミちゃんと食べてた。美味しそう、お弁当。2月1日はですね、あの事件が起こりますよ。事件が2月1日から初っ端から事件が起こりまして、起こってしまいました。お腹すいた。2月1日に何が起こったんですか。すごい興味津々だ、興味津々なんですけど、みんな興味津々。これですね、これが、これが20、あれ、この、これが2月1日でございます。ゆうまるさんの誕生日なんですけど、これお分かりいただけただろうかっていう感じなんですけども、知る人ぞ知るこの集合写真なんですけど、うわ懐かしい。
よく見るとこれはホラーですね。ホラー映像ホラー映像でございます。あと何があったかな。2月、あ、懐かしい。みんなでチーズドッグを食べました。試練の合間に。みんなのね写真撮ったんだ。かわいい長坂。もう仲良しだったんですね、この頃から。もうチーズドッグも懐かしい。また食べたいな。あ、でこの辺からはね、松村さんの卒コンとかもろもろみんなでホテルの部屋で集まってご飯食べて練習してって感じでした。何食べてんのか。そばを食べてますね。難しい。誰の部屋だろうここ。ラムネです。ラムネを今日ラムネおばさんした。ラムネ、ラムネおばさん、みんなにラムネいりますか、ラムネいりますかって言って配ってた。ゆうちゃんの写真かわいい。あとこれはあれですね、 SK メールのなんだっけ、バースデーメール、誕生日に届くメールの写真が確かこんなやつだった気がする。あれ変えたい、1年経ったからね変えたいんだけど、変え方が分かんなくてちょっとまだ変えてない。なんかリクアワのね、リクアワの覚えてますか、松村さんのリクアワの T シャツにあの予想、順位予想をねかけるやつがあって、この間もそれだった。そうだからあの忘れちゃったっていうか買い方が分かんないんですよ。そう予想で、メンバーはなんか好きな曲、自分の好きな3曲書くってやつで、なんて書いたんだろう、これ見えないですね。なんて書いたんだろう、なんかね写ってる写真がない。なんて書いたんだっけ。見えないですね、こんな写真。全然ピント合わない。クマに会っちゃった。あれ予想当たった人いるのかな。いたら天才すぎない。人いるのか。私が動画に収めたお示し。やっぱあれですね。バカな写真が。寒っ。ちょっと
難しいな温度調節。楽しそうやな。1位が何だったっけ。あれって30曲当てるんですか。あれ30だっけ。二人で占めたくあっただだモバイルでは30曲やば。やっぱねこの頃からねやっぱセクシー担当だったので、なんかでも読みたら何これって感じなんだけどね。謎の写真がほら撮らせてました青海とかに。ハロウィンナイト。まあこんなところですかね。わ、雲でか。やっぱね初めて見てびっくりしちゃうねみんな。どうしよう、隠しとこう。何か引きずってるような音がする。なんか机がずれたんですよね。まあ特に害はない、害はないとか気にしなくて大丈夫です。あやこれは見せられんわ。クマは触り心地だそう。皆さんが想像する通りの感じですよ多分。本当にどこに置こうって感じですよね。ありがとうございます。今来た方無事にね私の元にクマちゃんがやってきました。えい。あこれブログに載せた写真だ。神。エゴさん、水野さんとのちょっとありますか。お、いい質問ですね。それはとてもいい質問ですね。この時はですねまだ先輩と写真を撮るのが解禁されてなかったので、な休憩はね最初はねあれなんですよ。先輩と写真撮っちゃいけなかったんです。だからまだねこちらこの時は写真はございません先輩と。知らない方も多いですね。これもブログに載せてたかな。こうしておる。そんなルール。最初に写真撮った先輩だった。なおさん。あ、ちょっと、はい。
でそれでこの日に写真が OK になりました。この名古屋ドームでのね、善悪かな、善悪の日に写真撮っていいよってなって写真が撮れるようになりました。なんか2じゃないよとかそういう先輩とお仕事するときはいいみたいな謎ルールでした。OK になった日にそうみんなね、なんか先輩と撮った写真を送り合ってた、マウント合戦だからいっぱい持ってるんですよ、なんかみんなの写真。謎ルールといえばショールーム30分制限、30分はさ明るくないですか、30分制限。なんか他のことが公演とかがなんか例えば練習とかの時間が削られちゃうからっていう30分は分かるけど、私が分かんなかったのはコラボ配信がダメな理由ですね。まあね、でも確かに、はい、解禁してみたらなんかダメでよかったかなって感じ本当に。そう、配信コラボ配信はね今年の1月から OK になったんだけど、結構ね会えないから今はあんまりやってないですね。まあ言うてね、なんか バレないって言ったらあれだけど、多めに見てくれてたってとこはありますね。12月とか11月とかも。こんばんは、こんばんは。朝のショールーム見ましたか？起きたら終わってました。開いたらちょっとね、寝ながら開いたらちょっとやしたんだけど、それでは終わりますってなっちゃってた。それで名古屋ドームでの握手会で写真も解禁になり、初めて、あれ初めて握手会違うな、チョコの奴隷をねやりましたね、キウキで。ピンクの研究生衣装を着て、なおさん確かああいう話してて、嘘でしょ、なんて言ってためっちゃ食いつく、なんて言ってましたか。中断するわ、なんて言ってましたか なんかねあれですよね、なんでさ映像倉庫ってさめっちゃ何日間も後にならないと見れないんだろう、今すぐにみたいなね。なおさんは結婚の話したよ。ここから。こんな話、どんな話、じゃあやっぱ私と結婚する話ですかね。結婚してってギフトあるよね。
い投げた。でも今日はちょっとちょ絶交？何に絶交されたの？あれ、ピアスどこやったっけ？待って、してた？してたよね。あ、でも絶対ゴミ袋の中に入ってる。というわけだ。あれ、ない。絶対にね、ゴミ袋の中にね、ピアスを入れた袋がゴミ袋になってるはずなんだよ。でも入ってないってことはもうこの世から消えてしまったってこと？え、もうないんだけど、なんでなんでなんでないの？なんでないの？え、なんでないの？ちょっと事件だよこれは。別にいいけどさ、壊れてたし、なんかもう事件だよこれは。もう最悪だ。なくなりました。別にお気に入りでもなんでもなかったからいいんだけどさ。磁石で探すか、確かにこれ磁石じゃなかった、気をつけてるやつ。あ、やっぱね、ケースを買うべきだな今さら。いいや、もういい、やめます。あ、クマクマ、クマ、クマです。はい、まあそんな話をしていました。何の話をしたんだっけ。海苔食べてる、かわいい。さっき思ったんだけど、エゴさんってコメントがこれですね。この子、このことだ、エゴさん、エゴさんです。なんかあの、これ100均のスマホケースなんですけど、この携帯を買ってからいいスマホケースが見つかるまで、この透明の100均の使っとこうって思って、もう早いつ買ったんだっけ、12月とかだから、早、あれ2月か、2月だ、早4ヶ月、4ヶ月これ使ってる。なんかスマホケースとかね、買ったんだけどね、サイズが合わなかった。ご期生さん好き、好き、大好き。今日はね、ゆうなおさんの激写した盗撮した、盗撮でもない、ちゃんとカメラ目線だった。さっき久しぶりにメンバーに会えて、やっとね、エゴさんにお誕生日プレゼント渡せたの、3月なのに。こんばんは、こんばんは、こんばんは、来て早々結婚して、ありがとう。そんなね、ちゃんと撮れてないからね、みんなに見せれるようなものではないんだ。なんだっけ、何の話したっけ。もうさ、すっごい話が脱線しすぎて、すぐ噛むんですね。え、ラムネってすぐ噛まないの？ラムネ、いや、ラムネおばさんなんで。
だっけ、あ、そうそうそう、2月、まだ10、まだね、名言だよ。だからいっぱいまだ話すことありますね。今日はラムネおばさんなんでラムネしか食べません。今ショーラム中。あ、そういえばゆっちおめでとう。急に写真見た。こんばんは、クマ来た。クマ、このクマはね、今日はもうね、バカバッグにねギリギリ入らないんですよ。なんかこれ、これ多分普通にいれば入るんだけど、あ、入んないか。物もねちゃんと中に入ってるから入らなくて、こうやってもう普通にこれ抱きかかえながら帰ったんだけど、エゴさんとナオさんと3人で歩いてて、真ん中でこうクマ持った人パレードみたいな。前かわいいって言ってたぬいぐるみ飽きたの、あれはぬいぐるみじゃない、友達です私の。あれ携帯どっか行っちゃったんだけど、携帯が あった。やば、待ってた。もらったの、これはあれです、ショールームのイベントでファンの方がくださった。まあそんな話は、話は戻しまして、2月、名古屋ドームはですね、やっぱなんといってもあれですね、話していいのかわかんないけど、ドキュメンタリーを見てくださった方は分かると思いますけど、チョコドね、まあまあいろいろありましたね。ぜひDTV かな、 DTV さんの方に9期生のねドキュメンタリー映像が出てますので、めっちゃ昔の、昔のっていうか最近はじゃないんだけど、去年の3月くらいまでかな。はい、みんながあれですね、劇場デビューするまでみたいな、確かそんな感じなような気がする。チョコだ、ぜひ見てください。はい、私とキミちゃんとエナちゃんが最初に仲良くなった理由がわかると思います。見れば。まあそんな感じ。かわいいももたん。ももたん子供。楽しかったですね。公演さ、デビューする前からこんな握手会とかもね、1月からだけど、出させてもらえたり、握手会のステージで、休憩だけでね、踊らせて。もらえたり、素晴らしい経験をさせていただきました、いただいていました。あ、そう、名古屋ドームは写真会みたいな、ああいや、さあやひなのもう一人、誰だもう一人。怒ってるかな、怒ってないや。へえ、アーミーと一緒だったんだ、記憶にございませんだ。
これが初めて先輩と撮った写真です。まあ、で2月もそんなこんなで、はい、進んでいきまして、2月もね、順調かは分かんないけど、あ、これかな、みっちゃんじゃないかな、ナゴヤドーム、みっちゃんじゃない、多分これができたかな、映るんだけど、みっちゃんとあまみとさやかちゃんと私だってと思う。どうですか。まあそんな感じですね。2月、あ、2月の12日に奈緒さんが公演の MC で私のお話をしてますね。すごい、タピオカ飲んでる。2月、ああれ、なんか、あ、公演デビューあったで、バレンタインの日に公演デビューをしまして、でもね、その日は本当にバタバタすぎて写真が1枚もございません。あのモバイルで撮っていただいた写真しかないっていう状況でございます。ブス。生誕ティー買った、ありがとうございます。生誕ティーはね、生誕ティーはあブログにいっぱい書いたので、まあ後でお話するんですけど、見てください。2月12日の計画に対してひななさんが卒業した、あ、そうその辺にね、私のお話をしてますね。違うわ、公演デビューの写真これしかない、キューキーのやつこれしかない。私たちの公演デビュー、青春ガールズ公演です。2月14日この日はゆななさんとなるぴーちゃんが公演実況をしてくれてました。でも今見たらね、悲惨すぎてもう見れないって感じなんですけど、チョコドとワンツースリーフォーよろしくも披露しまして、はい、そんな感じでございます。でどんどん時は進みまして、この日は何をしたんだろう。時は進みまして、まあみんなでね、自主練してタピオカ飲んだりしてますね。 LINE がうるさくて怒られてますね。そして来たる2月18日 K2 公演のバックダンサーデビューをいたしました。キューキー、ちょうどさんの生誕祭だった気がする、違った、違う、やっぱそうだ、バックダンサー
愛いよねこの衣装、ピンクで嬉しかった思い出。おミナルンさん、でもバックダンサーの時ってなんか最近出た時もそうなんですけど、一番最近出たのが2月3、一番ね最新の K2 公演もバックダンサーで出してもらったんですけど、なんか前髪がなんかサンバイザーするから落ちてくるんですよこうやって。だからどうしたらいいかわからないのが悩みです、バックダンサーをする時の悩み。あとスカートがめちゃくちゃ短い。この日も実況あったんだ。美しい。ゆきさん。バックダンサー。ごめんね、ジュエルのバックダンサーってなんかびっくりするぐらい疲れる。何が疲れるんだろうね。ちょっとピョンピョンしてるからかな。疲れるんですよ。楽しいけど、もう死んじゃうかと思う。そう。でもこの間の2月3日女性優先公演のバックダンサーね。スタッフさんがめっちゃ褒めてくれて嬉しかったです。まあそんな感じで時は過ぎ公演にも出させていただくようになり、あこれ多分あ載せたっけこの写真、わかんないけど、いただいたお花、公演デビューおめでとうでいただいたお花。でブログが始まりました。2月からですね。ブログも言い忘れたけどブログも始まりました。9期の全員で特別配信ショールームもやりましたね。何回か2回ぐらいかなやりましたね。みんなでビブス着て、すごいいろんないっぱい思い出がありますね2月。聞いててさ、なんか需要あるのかな。まあいいや、なくても話します。この子は土が、私が釣ったツインテール軍団。そうそう、この時ね写真送る手段がブログで5日に1回1枚しか送れなかったから、いっぱいね載せてない写真ありますね。あ待って、この写真探してたの出てきた。ルーさん誕生日の時に探してたんだけど見つからないなって思ったらこの日だった。ルーさん、2月24だ。ナヤンの誕生日にエコパで握手会がありました。焼肉食べてる、おいしそう、お気に入りしとこ。焼肉行きたい。それはこれは何、これは無料だった、これは無料じゃないか、あれですね、善悪、9期は善悪みたいな感じだった気がする。めっちゃさ、これプリクラみたいじゃないですか、が背景が緑だからプリクラみたい。
あ、ほら、あれあったわ。あ、キュウキの交番表出てきた。握手会の5人4人ずつだ。4人5人ぐらいずつ全役みたいな感じでした。え、寒いんだけど。まあこの日はね、内安になんかドッキリみたいな感じで、何お誕生日をお祝いしたんですけど、みんなでケーキ食べてましたね。私の口には来なかったけど、私の口にはね、ケーキは回ってこなかったですけれども、みんなで食べてて美味しそうで何よりだと思ってました。みんな顔がちょっと変わりましたね。ももたん子供みたい。余裕ありまして、こんな日は。で、まあ公演をやったり、もう遅く終わりますね、2月の公演にも何回か私出させてもらいました。そう、この時はね、なんかね、公演をするたびにね、先輩が尊い尊い尊いって言ってくれた。言ってくれた、尊いっていうのにハマってましたね。それで仲良くなれました。あ、それで動物園デビュー、雨の動物園デビュー、あれこれデビューじゃないか、別に。デビューでもないかもしれない。尊い、ありがとう。尊いもあるのか、そっか。え、めっちゃ可愛いんだけど、何これ、可愛い。あ、もう終わりますね、2月の。そんで2月の、あ、そうだ、2月にあれ、何あれ、なんだっけ、ビンゴツアーの9期のオーディションじゃないけど、オーディションじゃないな、全然、なんか、なんだっけ、なんて言うんだっけ、投票じゃない、いいね数競おうみたいなやつ、やつでいっぱいいいねしてくださって、5位以内に入れて、あ、出たのは3月なんですけどね、そう、2月に決定しましたよっていう話でした。それで、まあ、2月の最後の公演の後、東京に行った。まあ、ここまでですね。出たの3月1、この写真を見る限り、まあ、3月は今、今日はちょっとお話ししないのでここまでですね。私のお気に入りのキャップが、かわいい、めっちゃかわいくないですか、あゆかさん。はい、というわけで2月は以上でございます。
ちょっとね、あることあることが、今日は今日の配信はもうちょっとやります。あることが、はい、起こるので多分あることが起こる。起こんなかったらやめる。あ、パチパチって言ってくれた。2月濃かったでしょ。言ったやろ、2月は今夜で、ほとんどは初〇〇っていうのが大体2月ですね。初公演、初まあいろいろ、そうですね。2月、筋肉痛が痛いよ。待って、アナンちゃんいる。いるか、今いるか分かんないけど。壇上の一個下にいる。アナンちゃんとね、楽しみなことがありますね。見てるか分かんないけど。楽しみなことがあるね。まあそんな感じで、あとは普通にお話ししましょうっていうお時間なんですけど、まあ、話すことあるか分かんないけど、まあショールームするのも久しぶりなので前髪変だけど、こんばんは。アーシャが可愛いですね。バカにしてますか。私このアーシャもね、私今の将来の夢ね、アーシャを盛れるというか可愛くなることなんですよ。もう本当にアーシャ、まあでも今回のは研究生は自分でメイクできなかったからメイクが薄いっていうのもあるんですけど、マジでなんか悲惨すぎて、まあ9期大体悲惨なんですけど、でみんな言ってるんですけど、もう次の目標はね、いい感じのアーシャを撮ってもらうこと。なんて、自分のそれまでに顔面を強化することなんですけど、もう本当にもうね、どうしようかと思う。いつ撮ったんだっけ、なんか4月ぐらいに確か撮って、まだ、ね、触覚がねなかったの、この触覚。本当にね、もうね、悲惨ですよね。だから私は衣装にね、そのせいで自分で勝手にいいイメージというかなかったんですけど、まあ普通に見たらめっちゃ可愛い衣装だし、可愛い人が着れば可愛いんだけど、まだ最初の方が私的には良かったですね。だからやっぱりあれですかね、ツインテールが似合ってたってことですかね。黙れって感じ。焼肉食べたい。 100% SK とか良かったね。見てないよ 100% SK。 あ、でも私あれ見ましたよ、ファンクラブの解放誌バージョン1みたいなやつ、分厚いやつ、めっちゃびっくりした、こんな大容量って。皆さん見ましたか。すごかった。大容量見たよ。
すごくなかったですか？あれが好き。なんかなんだっけ、お気に入りのもの紹介みたいな、面白くて好き。私のお気に入りのもの、あれでもあれってもうさ、チェックしてくださいとか言ってもあれなのかな、なんでの、もう今からはもう買えないっていうか、今から入会してももらえないのかな。それはとても残念ですね。まあね、バージョン1ってことなんで、2もねあるんだろうと思いますので、今からでも遅くない。1がこんなにすごいってことは2もすごいんですよ、多分。分かんないけど、予想、ただの予想だけど。今入ってもらえないんだよ。確かにママももらえなかったって言ってた。もらったら見せてって言った。じゃあだからやっぱりもらえなかったってか、間に合わなかったって方は、ちょっと持ってるお友達とかいましたら、ちょっとご飯おごるからちょっと見せてみたいな感じで見せてもらったらいいんじゃないかなと思いますけど。解放の制服、あれ強い着物用の衣装ですよね。初めて着た。あー、今日こそ写真じゃない、ツイッターじゃなくてインスタに上げようと思ったのに写真がない。やっぱクマと撮るべきだったな写真。今日の服可愛かったし、もらうべきやったな。あ、DM 終わった。よっこいしょ。でもやっぱお家に人来ることじゃないからさ、家でクマ取ってもらうことできないんだよね。やっぱ自分で取るしかないのか。もうちょっといい感じの壁があればと思うんだけど、あそこはどうだ。まあまあね、乗ったら当たったんだなって思ってください。乗らなかったら諦めたんだなって。強い着物ってめっちゃ難しくないですか？私なんか一生覚えれなかった。スタバのいちご飲んだ方いますか？ゴロッとって何、なんかさ分かんないんだけど、何があるの、シュワシュワしてるの、なんか情報が全くないんだけど、イチゴってことしかないんだけど。
へー、スタバか。でも飲まないな。スタバ行けばよかった。なんか出かける機会ないと。飲まないよね。あれが一番好きでした、最近だと。あーでもあれ一回しか飲めなかったけど、ほうじ茶フラペチーノのなんかわらび餅入ってるやつ、めっちゃ美味しかった。へえ、スタバで炭酸すごいです。あれが好き、バニラフラペチーノ。あとは一時期めっちゃなんかカスタムするのにハマって、みんなカスタムしてました。こうやってこれでって言って見せるんですよ、なんかインスタとかに載ってる、インスなんかスタバめっちゃ好きみたいな方が載せてる絵なんか写真を見せて、これでお願いしますってやるのにハマってみんなやってましたね。あ、マンゴーパッションフラペチーノもね好きだった。あと最近一番最近飲んだのはあれです、あのあったかいやつあったかい、あホワイトなんだっけ、ホワイト期間限定かなんかだったやつです。新作期間限定かな、違う、なんかね冬にねあったかいの2個、チョコとホワイトチョコ出てたやつ、ちょっと伝わったらすごくないこれ。米田コーヒー店のミックスジュースなんで、それエゴさんがさ好きなやつですよね。米田行ったことないんだよね。スタバでなんて名前書いてました、名前書いてもらってないスタバで名前書いてもどういうこと、コップに。あ、みんな誰か分かって、あのあったかいホワイトチョコの、なんか私電話してるしてないよね、なんだこれ。あ、なんだっけ、ちょっと調べよう。寒いのかなっつってた。あ、でもそんな高くないよ。なんか分かる人いないか、意外と。あんまり読んでる人いなかったのかな。見てもわかんないな絶対これ絶対わからん そう2月ぐらいに売ってたホワイトチョコのホットのやつで、暇な時間、リハのエコパのリハ期間で暇な時間があって飲みたいってなってエゴさんが連れてってくれた。見よ、あ、これだ。名前は分からん。ホワイトチョコレートウィズラテだって。
そのカップにも自分の名前書いてくれたから、え、なんで書いてもらうの誰だか分かんなくなんないようにするため。あと何飲んだかな、あのね、クッキーのやつも飲みました。あの、え、待って、あの時らへん人生楽しすぎてなんか泣きそうになってくる。クッキー、英語の発音か、英語発音した今、英語発音した、クッキークッキークッキーはいつだ、キミちゃんと飲んだな。あとね、あれなんだっけ、ちょっとこれも、あ、クリスマスのやつも、あれクリスマスか、あれじゃ、クッキーのってクリスマスじゃないんだ。これめっちゃ美味しかった、これ、あめっちゃ美味しかったこれ。でもさ、サンタさんとさ、トナカイ描いてくれたんだけど、これクリスマスじゃないのかな。クリスマスってすごい文字書いてあるけど、でも確かに11月だ。これもヨガさんが連れてくれた。あ、やっぱクリスマスのやつはクッキーだ。分かんないけど、これ。これは。これも飲んだ。これはひみちゃんと飲んだ。なんかいつからスタバの話の、なんだろう、してるんだっけ私。眉毛が変なのかな。あ、私が始めたんだ、スタバの話。私が始めたんですね。じゃあ逆に何かありますか、お話。サンタブーツがあれでした、クッキーでした。夜ご飯食べてない。夜ご飯食べてない。でもね、お昼ご飯は食べました。今日劇場公演始まるね。あれですよね、始まりましたね、無観客公演。 K2 は28日出ないけど、出ないですけど、ぜひ見てください。私も見ようと思います。すごかった、すごかった、重ねた足跡。私はあの時で心が病みすぎてね、リアルタイムで見たらなんか逆に辛くなって見えないからリアルタイムで見れなかったんだけど、あっ、後で見ました、アーカイブで見ました。アーヤが出てる公園見てあるかな、ちょっと今あるかな、
私はでもこの間定点映像もうめちゃめちゃ焼きまして、いっぱいあるんですよ。だから私はまだちょっとまだ見れるんですけど、あ、おめでとうございます。見れます。 DMM でありました。 S 公演がありました。ギリ、一個だけ S 公演が、ね、ありますので、ぜひ見てください。あ、定点じゃないや、 DMM 焼いたんだ。今日も焼いてくれと思ったのに忘れちゃった。これ美味しそう。めんつゆの裏に書いてあったメニューが美味しそうだった。あのさ、ショールームで公演実況するやつってもう終わっちゃったのかな、もうやらないのかな。でも公演始まったかやらないか。DMMのリバイバルの方見てない、入ってないです。でも私リスタートの千秋楽めちゃめちゃ見たいんですよね。あ、焼けばいいか。あ、ほんとだ、あのちゃん星投げてる。もうすぐ皆さんにお知らせできることあるかなって思うんですけど、ちょっと分かんないですね。私昨日ショールームできたらっていうか、起きてたらやりますみたいな、起きれたらだっけ、なんかやりますって言ったはいいものの、もう本当に6時ぐらいに寝て、16時ぐらいに寝て、寝まして、やばくない？16時ぐらいに寝て起きたのが11時とかに起きて、もうどうしようかと。あれ6時もっと早く寝たな、4時ぐらいだ、4時とか5時とかに寝た確か。でそれで一瞬目が覚めたんですよ、11時ぐらいに。だから、あ、急ごうって思ってとりあえずメール送って、それでまあちょっと寝て、ちょうど「バズらせます?」がやってたから見て、そっからずっと起きてます。あ、さっきお昼寝してたけど、ブログが午前中に上がってびっくりした。嘘、私ブログ最近毎日午前中な日をする。朝のうちに、夜焦るの嫌だから朝のうちに上げとこうと思って。眠くなってきた、かわいい席さん。ハマりましたね。
ハマってはないわ。なんか毎日やれやれっていうか、なんか絶対毎日書かなきゃって思うとさ、なんか義務感で出てきちゃってあれだけど、今はね書きたい時に書こうって思うと割とね、なんていうんですか、スラスラ書けるものですね。でも題名が思いつかずに毎回ノータイトルになっちゃうって悩み。写真もないし、ごめんね。なんかね、今写真フォルダ見てたら懐かしい写真がいっぱい出てきたんですけど、振り返ろうをやるってことでちょっとその時のために残しておきます。見て、レッスン上でフラッシュタイで撮った写真。なんかありますか、お話。もう寝た。足伸ばします。あ、クマクマ、もう映ってないわ。クマ、よし、行くも。ありがとうございます。今日のもう8時なんだ。私今6時ぐらいの気分。今日の私のショールームを支えてくれているやつ、円柱です。円柱がないと倒れてくる。クマはチンチコチンでまだものじゃないです。チンチコチンのに置いてあるクマと一緒だけど、ショールームのイベントでもらいました。めんつゆそのものもやばい。最近ね、そうめんにハマってます。ハマってはないんだけど、そうめんを食べまして、そのために買った。前の一番好きなカップラーメン、カップラーメンあんま食べないんですよね。カップラーメン食べないな。ラーメンはあんま食べないな、家で。でも一蘭めっちゃ行きたい。健康重視っていうか、そんなに食べたいと思わない。白だし、白だし好き？白だしって何？あ、どんな味かは分からない。見た目しか分かんない。はい、皆さん聞きましたか？今の私の発言。こんなにね、普段なら答えないですよ、白だし好きっていう質問に。なのに今は、今ならそんな質問でも喋ることがないので答えてしまうという、どんなにねくだらない質問、くだらないって言ったらあれだけど、質問でも答えて見てる。かわいい。
そうです。答えてくれてありがとう。白だしは美味しいのでぜひ。何に入れるんだろう。まあありがとうございます。白だし好きか聞いてくれて、私のね暇な時間というか、この何も喋らない時間をねわざわざ埋めてくださって、白だしの話をしてありがとうございます。本当に感謝でございます。やっぱねネタはね喋るこネタがね少なくなってくるとね、コメントはとても貴重ですからね。ありがとうございます。インスタ見てたの？インスタ見てない。今見た、今開いてみた、インスタ開いてみたけど特に変わりなし。そうめんだけ食べるの？何かトッピングする？しない。一回ね冷しゃぶをつけたことある。前なんかメールで言ったんだけど、料理できるの？できるよ。でも最近はマジでしてないです。そうめんしかしてない。こんばんはコメントに律儀に応答した。得意料理は？得意料理？得意料理はないですね。得意と呼べるものはないですね、人生において。集まり楽しいです。おお、マジで集まりなんか全然みんなもうやってないんですよ。誰も誰もかは分かんないけど、でもさっきさんと通信する約束しました。私もやってないんだけどね、まあたまに開くくらい。やりたいなと思うんだけど、島の構造のアイデアが思いつかなくて諦める。お母さんの好きな料理は何？これはですね、割といろんなねとこでね答えたり、あと公式プロフィールにも書いてあるんですけど、カレーです。めっちゃ普通煽った割に普通。そう、公式プロフィールにね書いてあるの好きな食べ物、あのなんだっけあれ、なんだっけ、あおうちうちうちラジ、うちラジでね話そうじゃない、ちょっと口が回らない、話変わるんですけど話変わるんですけど、なんかほんとに人と対話がうまくできなくなったんです。寒いんだけど、ちょっとね対話がねできなくて、ちょっと上着を着ます。何？
を持ってきたな。そう、人との対話がねできなくなってしまいまして、もう大変だった。エアコンの設定温度、エアコンつけてないんですよね。本当にもうなんかね、なんかね、単語でしか返せないのやばくない？なんか単語となんていうんだっけ、嬉しい、楽しい、悲しいとか、なんていうの、これ形容詞だっけ、形容詞合ってるくない？それはショールーム、え、ショールームはだと対話じゃないじゃないですか。一方的に喋ってるじゃないですか。対話ができないの、人と喋る対話がねできない。びっくりしちゃったっけ。いやでも意外と喋れたか。喋れました、そうです、喋れましたちゃんとキャッチボールしました、しっかり。それってコートじゃない、これはファンの方にいただいた、なんか家で着るやつみたいな感じ。なんかありますか？ないか。ちょっと時間つぶし。ナチュラルにドッジボール化する人も。今それですね。今はコメントはしてくださってますけれども、キャッチボールはできてないので、ちゃんとね、私がドッジボールで一応当て続けてる感じですね。あれなくなっちゃった。チラジラね、チラジラね、撮らなきゃいけないんです。チラジラ撮らなきゃいけないんです。でもなんかお題が難しすぎて、もうね、どうしたらいいか分かんない、どうしようって感じ。なんかそんなね、あ、前回の聞いていただきましたか？前回のチラジ、いつだったっけ？土曜日。前回の台本出し始めた。今回のお題まだ発表されてないです、多分。わかんない、多分。あれ今日わかんない、されてんのかな、されてんのか。ちょっとわかんないですけど、お題出てないの。あれ今日とかの人って何のお題でやってるのじゃ。何してる、あ、きみちゃん、クマお揃い、クマお揃い。あ、LINE 返してないから今返すね
した。クマ。クマ個性つけてこ。なんかリボンとかつけるつけて。ライン返して今返なんだこの星なんて書いたんだろうなんて書いたんだろうライン返してなんとかライン返したちゃんと既読つかないけどつかないけどあ帰ってきたやめて。お題発表されてるっぽいですね。私の記念日。そう。すごいあのね。LINE でコメントしてくる。LINE でコメントしてくる。私のクマよりえクマさここで喋ってもさあれだひびちゃんがなんて言ってるかわかんないんだ。クマの顔の大きさ違うの人によって。えでも私めっちゃねあさってね一番可愛いやつ撮ったよ。なんか段ボールにクマがあの大量にというかゲットしたねみんなメンバーのねクマがね大量に入ってたんだけど一番可愛いの撮った。あさってこれだって。でもショールームで見るからじゃないかな。あなんかきみちゃんがクマの顔がなんか大きさが違うって言ってる。いやー待ってリップついたかもしれない。ついてない。一番上下一番上のやつなんかさピョンって出てたよね。かわいい出てたやつ触ろうかと思ったけどやめた。だってみんな触ってそうじゃない。かわいいですね。でもやっぱさクマはさ装飾とかしない方がかわいい。待ってだから袋開いてなく絶対誰か触ってるよあのクマ。下が当たった。どうやって持って帰ったのギミちゃん。えどうやって持って帰ったの。あ袋もらって。え袋もらえたの。いいな。めっちゃこうやって持ってたんだけど。そのクマ定期的に洗濯。え、これ洗濯しないとダメ。洗濯しないとダメなのこれ。かわいそう。耳がね立てたいんだよ。お花束ありがとうございます。生指そうになった。本当にねあれですね感謝ですね。この手にクマが渡ってきたことに寒っ。
え、かわいい。髪型やばいよな、マジで。なんでさ、クロミちゃんのピンつけてるの、かわいい。私は今日お昼寝をしたことを一生後悔しながら生きていくんだろうな。え、なんでこんなに寒いんだろう。冷房ついてる。あ、ついてるわ。しっかり冷房ついた。もう諦めて終わろうかな。もうさ9時じゃん。寝る時間だよ。いや9時半になったら、あ、9時半、うん、45分になったら終わりますね。何があろうと。45分になった。そう、10時までしか帰宅できないでね。寒いし、なので、じゃあ、困った時に毎回使うこの質問コーナーをね、開催したいと思います。あれ消えちゃった。で、前髪やっぱ変だね。ちょっとさ、カラオケでもしとこうかな。なんかさ、カラオケの音源流すとさ、映像倉庫残んないんでしょ。ちょっとカラオケでもしようかな。映像倉庫残んないならさ、カラオケした方がよくない？ペン、ちょっとペン持ってきます。そんな細くない。どうだよな、細くない。ショールームってやっぱさ、生配信だからこそってとこないですか。その時のノリみたいな、みんなのコメントをさ、コメントとかがあってこそのショールームだからさ、後から見てどんな気持ちで見るんだろうって思う。まあ言ってね、そんなこと言ってね、私はね、映像倉庫、今日のなおさんのショールームが早く上がらないかなって思ってるんですけど、矛盾。初見です、初見だ。ありがとうございます。また見に行ってください。ぜひ、今日はブスなんで。で、質問コーナーって言ってか、質問一個もないってどういうこと。あ、あったわ、ごめん、嘘です、ありました。
最近ハマってるものは、最近ハマってるものは、なんか最近はですね、正直なところ言いますと生きてる感覚がなさすぎて、なんか感情がないですね、あんまり。あまり感情を持たずに生きてるので、ハマってるものかな。ハマってるものか、なんかちょっと探しますね、ハマってるもの。やっぱね、質問をねしてくださった方にはちゃんと返していきたいなと思います、ね、キミちゃんインスタライブしてるし、すいません、ないですねないかな、思ってることないですね。あ、公演映像を見るとかかな。竹馬ができますか。今は無理ですね多分。楽しみに待ってることはある、あります、いっぱいある、いっぱい。あ、でも楽しみっていう感情はあるみたいで、楽しみ、いや楽しみじゃないな、楽しみという明るい感じじゃないけど。日焼け対策してますか。めっちゃしてます今年。なんか今までだったら5月6月で結構焼けるじゃないですか。でも今年はあの外に出ないから意外とまだそれがないから、この調子でって感じ。ラムネ美味しいですか。ラムネはなんか二日酔いにいいらしいですよ。だからこれおすすめ、飲み会の方とかどっか行っちゃったけど、今日はラムネおばさんしましたね、何回も言ってるけど。公演見て踊ってみたりしますか。最近踊ってないですね。最近は公演見てなかったし。え、待って、私何時までやってる？何時からだ？何時からやって？めっちゃやってない？ちょっと2時間ほどやってるわ。ゆっくり。今でもコートは着てますか。コート、今でもどういうこと。あれか、コートこないで着てた。あの日も着てないですよ。着て出て帰ってきてちゃんと脱いで行った。なんか漢字が多すぎて分かんない、ごめん申し訳ねえ。キミちゃんインライってなんだっけ。インスタライブってなんかスタライって呼ぶの知ってましたか。初めて聞いてびっくりしちゃったね。コラボずっとしようって言ってるよね。ずっといつかします、したいです、ちょっと言ってる詐欺や、これは完全に。今日も安定の長時間配信、次から1時間にします。1時間、長くて1時間にします。次は
次の配信、今日はね久しぶりだったんで、エアコンの温度設定日によるけど今はつけてないけどめっちゃ寒い。いや誰かがねスタライって言ってた、誰だっけ、なんか芸能人の方がねスタライって言った、スタライって言うんだって。私はインラインも知らなかったけど、一つね賢くなりましたね。やっぱさ歯まででよかったかもしれない。15分まで長いか、ひみちゃんの夜の、あ、質問してるけどちゃんと夜の寝る前ルーティーンとかある？最近ねなんか止まったけど、最近あるんですよ。きみちゃんのさインスタライブ止まった夜の寝る前でも夜寝る前、まあそうですね、まあそんな感じですかね。何かなければ終わります終わりますけど、体調悪くないわ。ひみちゃんのインスタでずっと止まってる。前はあ初見だ。ありがとう。でも何してるの？もう終わろうかと思ってるよ。って思ったらめっちゃ質問してくれるやん。春夏秋冬どれが好きですか？夏が来ると冬が恋しくなりますね。くまさんの顔の真ん中の線、多分これショールームのやつだと思います。ギフトと一緒かな。ちょっと見て、ギフトでさっきくまくれたんで、ほらこのねショールームのギフトが線入ってるから、それと一緒。きみちゃんとはどんな普段どんな会話しますか？
もう覚えてないです、何話したか。普段どんな話をしたかが覚えてないです。終わった終わったわ。花粉症ですか、わかりません、多分違うと思う。今年どっちだったっけ、今年結局中学ではなった、なんか日によるって感じですね。なんかもうさ、さすがにさ、さすがに喋ることなくなってきたわ。よく見る YouTuber さんは、ユーナーモイヨンさん。どこか出かけないの？はい。あれですね、お仕事がある時しか外に出ないです。やっぱね、今はあんなんでね、大変な時だね。名古屋は暑いの？名古屋は暑いと思う。え、でもそんなだけど、なんかずっと家の中にいるから外に出ると暑ってなります。もうね、死んじゃうかと思った、溶けるかと思いました。まあそんなことよりね、外に出た方が、出たことの喜びの方がね大きいので、特に何も思わなかったですけども、今日も多分暑かった。この時期日焼け、日焼けか、日焼けはそんなに多分してない、したのかな、ちょっと分かんないけど、したのかもしれない、分かんないけど。お散歩用のスニーカーは買った？買ってないし、お散歩も最近してないしって感じ。なんかね、まあ、買ってないですね、簡単に。ショールームのアバター作るとしたらどんなの作りたい？え、自分で描かないやつ。人に描いてもらいたい。喋ることがねなくなってきたんですけどもね、45分までやると決めてしまったので、それまではちょっとお付き合いください。これがないと生きていけんってのも、水。ネット通販はあまりやらないの？でも一時期めっちゃハマってました。
洋服買いましたこの間。クマさんの名前を教えてください。クマないです、特にないですね。かわいいイラスト描ける人に描いてもらいたいですね。ピアスなくしたんだって探そうと。ないですね。ね、熱とか言っちゃったやっぱね、人に会うとね気持ちが明るくなりますね。でもだってこんなさ、もう人に会える生活を今まで毎日のように送ってたって考えるとすごくないですか。もう本当に恵まれてたなって思う。今もだけどでも毎日公演、毎日のように公演して、毎日のようにね人に会って、そうでは人に会わないなんてほとんどなかったもん、ほとんどなかったもん。ちょっとゆっくり喋る練習しますね私。なんかね早口でなりすぎて滑舌が回らないっていう事件がよく起きてしまうので、早口にならないような、大好きな食べ物を食べる件と大好きな人と会える件、今からなんで違う、いや大好きな人に会える件、いつ今っていうかいつでもそうじゃないですか。絶対即答。逆に食べ物ですか。でも本当になんかあれですよね、久しぶりに会うと距離感が分からなくなる。5分だ。ゆうかをね一生 YouTube で見て。
もう本当にやっぱいいや、今度話します。について話すので、車に乗るときどこにってとか、なんかマジで、すいませんすいません、やっぱね後輩なのでね、のでやっぱいつでも動けるようにどけるようにって感じで生きてます。うん、失敗した。はい、今日のやつ、2月2000… OK ですか。はい、もっとね、もっとたくさんコメントを楽しい配信ができるように頑張ります。あれどうやったらさ、待って、ない、悩んだよねこれ。なんかさ、何怖い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 んだけど、怖いんだけど、本当に悩ん。偽物？なんかこんな可愛い絵文字で「あーいやー」みたいな送ってくるイメージ。まあいいや、いなくなったみたいな。ほんまいた。偽物でしょ。何こんな絵文字使うの。悩んってさ、こんな絵文字使う、汗みたいな。まあね、ちょっと奈緒さんから
たくて。長時間、長い時間聞きに行きたいと思います。よろしくお願いします。ぜひブログも読んでください。バイバーイ。